勇気がそれで眠れるならどうぞ使ってくれ。やだ、それじゃ意味ひとっこ。どうだ。これならすぐに眠れそうだよ。それまで僕に何かお話を聞かせて。そうだな、この間食べた珍しい肉の話とか。昼寝が目的なんだし、寝るのは構わないだろう。